えー、それではあの松浦健次郎記念館で新しく竹次郎の生涯と題した展示を行ってますのであの今回はその展示をご紹介したいと思います。でまず最初に松浦健次郎が16歳の時に 家を出て一人で江戸へ向かう、まあ、そんな旅をするときにです、ね、残した手紙をここご紹介しているんですねこの手紙の中には今から江戸、京、大阪、長崎からまたは天竺へでも行きそうろうかと記してまして、まあ、武四郎の家を出る時の思いとしては中国やインドを目指していたということが分かるんですね。でその後、さ、ま、さ、あ、さん日本中を歩歩き回りりななながら小小メモ帳を持ち歩いて米粒よりも小さな でスケッチを書いたりその土地その土地の情報を記録をしていくそんな時に使った矢立という道具やそれから旅の時に持ち歩いた海中羅針盤というコンパスもですね今回はご覧いただけるようになっておりますで、その竹志さん日本中を歩き回ってやがて長崎でロシアがやってくるということで、えー、ゾち日本のまあ北の大地をですね調べに行こうと決意をしてそして北を目指して歩いている時にですね書いた手紙も残されている ですねまあ、この当時柳の湖と書いて竜子という号を名乗ってです、ね、そして実家へ送った手紙になるんですけども四国を一周した時のです、ね、記録もございまして、まあ、日本中を歩きながらただ歩くだけじゃなくて見て聞いたことをきちっと記録をして本にまとめていくそんなことがです、ね、武四郎の民ではです、ね、行われていたとそして北海道へ渡ると北海道の様子を多くの人たちに伝えたいという思いからさまざまな記録 を 出版をしていいくととうことで紀行本としてまとめられたこれらのですねシリーズは当時「竹城物」と呼ばれて大変人気を博したんですね、えー、石狩西には船でアイヌの人々と共にり川を調査する竹城の様子やアイヌの人たちの住居の様子それからこうした蝦夷地の珍しい動物たちさらにはですねひげを生やした竹城さんのワイルドな姿であったり、えー、いろんな地域のですね景色であったりですね さまざまなアイヌの人たちの生活道具そして魚やアザラシやそしてアイヌの人たちとのですね探査をする様子などがですね描かれてましてまあ、こうした竹志郎が出版したさまざまなですね著作から多くの人たちは北海道の様子やアイヌの人々の暮らしを知ることができたんですねでまた地図作りで言,言えばですねこの地図大変珍しいんですけども初期の頃に竹志郎が作った地図こうした地図がですね多くの人たちに大 King. 驚かれ、そして武士の名をぐっと引き上げていくことになります。で、こちらの地図はですね、さすがは武士というものなんですけどもカラフト、今のサハリンの南部の地図を展示しているんですね。この地図の中には、細かな地名、それから川が流れる様子、山の形がですね、細い線を使って毛羽という方法で、びっしりと埋め尽くされているんですね。カラフトも探査をして、アイヌの人たちが一体どこまで暮らしているかということを確認した。 武重ならではの地図と言えるんじゃないかと思います。えー、ではですね、武重さん晩年もですね、またいろんなところへ行って、えー、まあ旅を続けているということで、まあおじいさんになってから、まあ、何をしていたかというと、一つはですね天神信仰といいまして、学問の神様である菅原道真さんを、えー、まあ大切に信仰するそういうことに携わっていくんですね。ここにあるのは直径が30センチメートルほどの小さな鏡を武重さんいろんな 人たちとですね協力し合って作って、えー、奉納した様子がですね一枚に、えー、掛け軸に仕立てられているんですけれどもまた大きな鏡を作ってこれ直径が1メートル重さ120キロある銅の鏡なんですけれども、えー、九州の太宰府天満宮にも鏡を奉納していたということがわかるこういう着本がですね残されていますまああのー、その旅もですねやがて終わりを近づいてくるわけなんですけれども、まあ、その中で70歳で富士山に登ったり そして大台ヶ原に登ったりと晩年も旅をすることをやめなかった武四郎さんにもやがて71歳で明治21年に最後の時を迎えるということで今回武四郎さんの生涯をまああの本当にあの限られた資料ですけれどもまあいろんな武四郎さんの顔をですね紹介をしながらああ北海道を 関係しただけじゃない、まあ、いろんな竹四郎さんのです、ね、姿を知っていただけるような展示になっておりますので、まあ、ぜひ皆さんにはです、ね、夏休みにもあのこの展示続いていきますので、えー、自由研究にお子様とご一緒にご来館していただくのも良いかなと思います。えー、ぜひご覧ください。